はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッション X 続きやっていきたいと思います。もうそろそろね、最後だと思うんですけどね。前回ね、シャメル倒しましたね。なのでね、このドミグラの目的というね、場所からやっていきたいと思います。お、ホウザル。うん、これで打ち止めか。まさか本当に私の持つ手駒を全て倒しきるとはな。へへ、どんなもんだ。はあはあ、手こずらせてくれるぜ。だが、それもここまでのようだな。観念しやがれ。これで勝負は見えたわね。諦めなさい、ドミグラ。うん、7500万年もこの木を待ち焦がれたのだ。諦めるわけなかろう。往生際が悪いわね。あんたなんかに歴史を支配させてたまるもんですか。歴史を支配？そうか、なるほどな。くくくくく。何よ、気持ち悪いわね。お前は大きな勘違いをしているぞ、時の海王神よ。私が今さら時の海王神の座などに固執してると思っているのか。何ですって？じゃあ一体何が目的なの。お前たちの手垢にまみれた世界など支配するに値せん。私の目的はな、時の海王神よ、この世のすべての歴史の破壊だ。何ですって？何ですって？すべて破壊するらしいですよ。ゼニーをゲットしたぞ。あ、それでね、このね、アバターなんでね、スーパーサイジンゴッドになってるんですかっていうね、コメントいただいたんですけど、ドラゴンボールをね、集めてね、何回かね、クラスアップしたらね、なれますね。まあね、レベル上げてからね、なった方がね、なんかステータス上がるみたいですけどね、ちょっとわかんなかったんでね、あんま多分ステータス高くはないんですけど、まあそこそこ強いんだよね、でもね。この世のすべての歴史の破壊だと？俺たちが生きた時代も、その先の未来も過去も、全部、ぶっ壊しちまうっていうんか？その通りだ、孫悟空。お前たちが生きた痕跡は愚か。神羅万象、この世のすべての成り立ちが無に帰る。何もかも消滅した後に私が支配する新たな歴史を紡ぐのだ。そんなこと絶対にさせはしないわ。いや、もう遅い。何？なぜ今になってわざわざ目的を明かしたと思う？ダークエネルギーとは元をたどれば戦闘で発生するダメージエネルギー。暗黒魔界の言葉で霧と呼ばれるエネルギーがベースだ。当然戦闘が激しければ激しいほど生まれるエネルギーも多い。何？ではこれまでの戦いは？その通り、ここに孫悟空とベジータを連れてきたのは失敗だったな。お前たちはエネルギー回収の糧としてここに誘い込まれたということだ。畜生、道理でなんか加減されているような感じがしてたわけだ。前の扉であっさり身を引いたのもそのためだったのね。おかげで計画を実行するのに十分なエネルギーは満ちた。これで最後だ。この世の終わりまで大好きな戦闘を楽しむがよい。このような残りカスの兵士が相手でいいならな。はは。く、ドミグラー。はい、なんてことだ。大猿が3匹も現れたぞ。最強のボスが現れた。大猿3体。敵はすごいパワーを秘めているぞ。絶対に油断しないでくれ。ベビーとこれベジータ王だな。耳敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。アビリティ発動しすぎですね。体力ボーナスで体力がアップしたぞ。ヒーローエナジーボーナスでヒーローバッジのチームボラウンド1。36000か。まずダブルで貯めて、あと普通に倒しましょう。リンク効果で必殺はダメージが入ってみたい。はい、気力サポート分だけ上げてアタッカーの気力を回復する。はい、フライングフォーメーション。ダブルストレインの時戦力5倍、しかもエナジーね、マックスになります。2万1000ってなんだ。2万1000って。
あ、あ、よかった。これ2発食らうごとにね、5000ずつ上がっていくって、いいですよね。よし。また顔面ヒットしようか。技でね、まあ、それでもいいけどね。あ、負けたし。倒しちゃうよね、あのヒートカメハメ扱ったらね。使わないでやってみようか、たまにはね。いや、この後にドミグラとかいるかもしれないね。でもだったらこれアルティメットユニットで止めさせちゃおうか。ちょっと早いけどね。あとどのぐらいいるか分かんないですよね。結構長いんですよね、ステージが。よし、じゃあ行きます。時飛ばしとかでもね、いいんですけどね。やっぱ敵の方がね、高いんだね。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。あ、やばい。仲間のアビリティ発動だ。おお。ボタンを押せ。なんだあれ。あれはきついぞ。やばい、主人公がやばい。デジータを。これ誰ところで。もうボコボコにしやがって本当にね。一撃さ、ベジータ王か。ってことはベジータ王のカード入る。これ可能性はありますよね。もうこっちのね、ヤムちゃんね、最強なんでね、ほどほどね、こういう面ではね。このヒットのカードすごくいいらしいですね、今更ですけど。金の縁が幽霊なんかな、あの、今ちょっと調べたんですけど、あのカードの上にね、星が4つあってね、なんか星の色とかでもなんかレア度がわかるみたいなね。もうすごい。そんな話ですけどね。これほどの強敵を倒すとは。やった、俺たちの勝ちだね。すげえ。ウルトラクリアだ。お、2人来た。新しい仲間だ。とうとう手に入れたぞ。俺がやってやる。宇宙最強の肉体を。ベジータベビーとベジータを入りましたね。親子だ、親子。これすごいかな。今手に入れたのなんかね、確認した方がいいですよって話なんですけどね。これ確認するのって一回戻んなくちゃないですよね。ベジータベビー、なんか名前の金の場、これすごいのかな。いいのが手に入ったみたいだな。ゼニーをゲットしたぞ。まあ行ってみよう。また後でね、調べてもいいですね。あ、あれ最後だったんだ。崩壊の始まり。クソ、まんまとしてやられた。そんな完全に奴の目的を見誤ったわ。と、時の海王神様、大変です。とてつもなく巨大な木を放つ時空の扉が現れました。このままじゃ、その扉を起点に世界が壊れます。なんですって？ドミグラの仕組んだ崩壊の始まりだな。シャメル、あなたドミグラの目的を知りながらドミグラに協力してたの？ああ、前にも言ったはずだ。俺はことの善悪などに興味はないとな。強くなるためにドミグラに手を貸すのが都合が良かった。ただそれだけだ。世界が崩壊したら強さを求める必要性すらなくなってしまうんだぞ。
圧倒的な力によって世界が崩壊するならそれもやむなしだ。貴様たちが強ければこの崩壊も止められるはずだろ。貴様たちの強さの見せどころだ。抗いに来い。そこで最終決戦だ。なんてやつなの。強さが全てって本気で言ってるのかしら。いや、あいつは本気でそんなことを思ってるわけじゃねえ。わざわざ最終決戦をするとオラたちに言いに来たのがいい証拠だ。本気で強さが全てなんて思ってるならそんなことしに来ねえ。さっきオラたちに負けた時点でもうあいつは戦うのを諦めてるはずだ。悟空君、やっぱりあいつはそこまで悪いやつじゃねえと思うんだよな。とにかくすぐにここから出っぞ。ゼニーをゲットしたぞ。はい、扉が浄化されていくぞということで、次最後だね、おそらくね。よし、あとはアーケードモードがだいぶ残ってるんでね、じっくりね行きましょう。時空の扉の浄化完了だ。よくやってくれた。と、時の海王神様、なんてこと、こんな巨大な扉が。兄弟だね。すぐに浄化に。早くしないとこの世界が、いや、すべての世界が崩壊してしまう。でもあんなの本当に浄化できるの？でも、それでも。あの扉の力はもはや、どうにかできる範疇を超えてるわ。やつめ、もはや扉を隠すことさえしてない。自分の勝利を確信しているんだ。こんなことって。何、諦めるのはまだ早いよな。悟空君。ああ、その通りだ。まだ俺たちは戦える。父さん。ほら見ろ、こいつもまだ諦めてねえぞ。君はあの扉に挑むつもりかい？でも、このエネルギーの量、ドミグラの強さはもう手に負えないわ。そんなことわかってるさ。でもそれは戦わねえ理由にはなんねえ。戦わねえ理由にしちゃいけねえんだ。そうだろう、みんな。俺は行くぞ。絶対に奴の思い通りになどさせん。もちろん、オラもだ。このまま終わって後悔したくねえかんな。それによ、あのシャメルもそこでオラたちの決着をつけたがってるしな。そうですね。その通りですよ。ええ。バッチリ目が覚めたわ。戦いましょう。絶対にこの宇宙の歴史を終わらせたりなんかしない。うん、やろう。僕だって。ええ、今回も絶対勝ちましょう。行くぞ。これで今度こそ最後だ。絶対に負けられない。これが最後の決戦だ。使える施設が増えたみたいだ。さっき取ったのってこれですもんね。星4つってことはこれアルティメットですよね。で、その上に星4つでアルティメットで、星4つの赤がシークレットってことか。右上の星4つですよね。アルティメットレアって意味でね、ウルトラレアかとずっと思ってましたからね。これか。5の3。行っちゃおう。これ最後だね、おそらくね。3なのか、まだ先あるのか。魔人の住みか。世界の崩壊を防ぐため、最後の決戦と挑む君たち。この扉で、おのおのの目的を果たす最終決戦が始まる。バトル7回か。最後の作戦。よっしゃね。まあ、三つ、あ、いっぱい分かれてるね、この道ね。ちょっと見てみよう。ここがドミグラの世界か。とんでもねえ邪悪な木で一平だ。ええ、この木は今までの時空の扉の火じゃありませんよ。覚悟の上だ。それで、ここからどう動く？ドミグラはここからすぐ近くにいるわ。木を感じる。じゃあそこに行ってドミグラを倒せば。バカか。真っ向から立ち向かってどうする？少しは頭を働かせやがれ。そんな、じゃあどうするのさ。ドミグラの力を削ぐ方法があるわ。本当ですか？ドミグラは今集めたエネルギーを自分の分身体に分けているわ。おそらく普段はそうしていないとドミグラ自身にも制御しきれないのでしょう。つまりその分身体を倒せばドミグラのパワーアップを防げる、そういうことですね。ほら、せっかくなら全力のドミグラと戦いたいけどな。でも今回ばかりはそうも言ってらんねえ。では全員で手分けして浄化に当たりましょう。できるだけ迅速に、でも油断はしないで。おそらくドミグラの分身体も無抵抗でやられてはくれないわ。うん、なるほどね。分身を倒すわけね。
をゲットしたぞ。ところで枝分かれはどういう風になってるんだろうね。魔人の真の力、左はそんな感じ。右は、右もストーリーだね。世界を救って父の飯。こっちはなんかいっぱいあるね。父としてな。こっちでも左と前しかないからちょっと見てみようか。父としてね。この近辺にドミグラにエネルギーを送っている供給源があるはず。俺が周囲を見てやる。お前たちは身を隠して、俺が周囲を見回してきます。父さんと君は気を抑えて待っていてください。おお、今回は随分と率先して動くじゃないか。そうですかと、父さんが見回りますか。いや、構わん。行ってこい、素早くな。はい。今のうちにお前に言っておきたいことがある。トランクスについてだ。貴様が来る前のトランクスはいつもナビゲーター役に徹していたな。歴史の異変へと赴き戦っていたのは俺やカカロットばかりだった。そんなあいつが俺たちから孤立し、貴様と行動するようになってからは自分もそちらに行って戦いたいと言ったんだ。これはおそらく貴様が未熟だったからこそなのだろうな。最初から強く頼られていた俺やカカロットではこうはならん。未熟な貴様がトランクスと共に歩んだからこそ、トランクスも戦地で戦う意欲を湧き立たせたのだろう。サイヤ人の子を持つ親としてこれは喜ばしいことだ。話はそれだけだ。じきにトランクスが敵の居場所を突き止め戻ってくる。全力でぶっ潰すぞ。いいな。もう父としてな。さてどこに行こうか。ゼニーをゲットしたぞ。とりあえず左はちょこっとしかないね。魔術路その4。これ全部行かなくちゃないんか、もしかして。これは最後だね。ここ右は魔術路その3。その3。その3ってことはその1とか全部やっていかなくちゃないのか。魔人の真の力。ここもちょっと見てみようか。さあ一応やるか。ご飯5点。はい。うん。そういえば、俺たちなんだかんだこうして、揃って戦うことってあんましなかったな。いきなりどうしたのさ、お父さん。そういえば確かに意外と珍しいかもしれませんね。はは。ああ、こんな時だけど、なんだか少し嬉しくなっちまってな。ふふ、お父さんたら緊張感ないな。ははは。さて、そんじゃあ世界を救ったら久々に家に帰って、みんなで父の飯食おうぜ。そうだね。お母さん怒ってるかな。母さんに会いたいけども少し怖い気もするな。母。なに、父ならきっと許してくれてさ。おめえもそん時はうちに来て一緒に飯食おうぜな。約束だ。さて飯の約束もしたし絶対負けらんねえな。行くぞ。もうみんなね、みんなそれぞれ思いがある感じですね。ゼニーをゲットしたぞ。さてこれで上が魔術炉、魔術炉って言ってましたっけ。ここにね、魔術炉に、ここが1かじゃ。これ全部行かなくちゃないんかな。うん、なんかね、そうだね。まあいろいろあるけど、まあ1からね、順番にね、まあ次回回っていきましょうか。ちょっとね、そういう方がいいですよね。はい、ここにね、ドミグラの、まあね、パワーを分け与えてる、まあ、分身っていうのかな。そういうのがいるんでしょうかね、4体ね。なのでね、ちょっとね、まあ、こう4回やんなくちゃないので、まあ、次回からね、またやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。